日本選手権1万メートルが12月10日に行われ、2レース目の男子で塩尻和也、富士通が27分09秒80の日本新記録をマークして優勝。2位の大田智樹、トヨタ自動車が27分12秒53、藍沢港、旭化成が27分13秒04とトップ3が日本記録を更新する歴史的なレースとなった。4位の田沢蓮、 トヨタ自動車が27分22秒31で日本歴代4位、5位の小林歩夢、NTT 西日本が27分28秒13が日本歴代7位に入った。先頭集団はシトニックキプロの黒崎播磨の正確なペースメイクで1平方キロメートル分44前後で進み、5000メートルを13分40秒で通過。 8000メートル付近から塩尻がロングスパート仕掛け、徐々に後続との差を広げた。8000メートルまで先頭集団について8000メートル以降の勝負どころとなる場面でしっかり前に出られるようにということを意識していました。その通り走れて、タイム、順位ともに、とてもいい結果で走れました、という塩尻。事前にイメージした通りのレース展開で、日本選手権の1万メートルを初めて制覇。 パリ五輪の参加標準記録、27分0秒00、突破はならなかったものの、2大会ぶりの五輪代表に大きく前進した。順大2年時にリオ五輪の3000メートル SC に出場した塩尻は、富士通入社後も3000メートル SC で世界を目指し、2019年ドーハ世界選手権の出場権を得たが、負傷で欠場を余儀なくされた。21年の日本選手権で12位に終わり、 東京五輪出場を逃すと5000メートルと1万メートルに主戦場を移した。23年の日本選手権は5000メートルで優勝。7月のアジア選手権で銀メダルを獲得し、8月にはブダペスト世界選手権に出場した。ブダペストでは予選1組18位で敗退を喫し、世界への挑戦はまたも悔しさが残る結果となった。 パリ五輪出場がかかったこの日本選手権1万メートルに向けて、11月の東日本実業団駅伝、四区区間賞以降はチームを離れ、スピードを意識した練習に取り組んできた。春先からの好調を維持するため、追い込みすぎて怪我をしないように、腹八分目の練習を心がけていたという富士通の高橋健一監督は、レースの前から調子がいいなっていう手応えはつかんでいて、 うまくいけば27分20秒台が出るかな、と自信を持って送り出した。高橋監督の想定を大きく上回った塩尻は、相沢が持っていた日本記録を8秒95更新し、自己記録を約35秒も短縮。僕個人としては自己ベストで嬉しいタイムではある、と喜びつつも、世界に目を向けている塩尻にとっては、27分09秒80もあくまで通過点だという。 パリ五輪の参加標準記録27分フラットを突破しなければ国際レースの勝負というのは難しいかなと思っています。今以上のタイムを目指してやっていきたい、標準記録を突破し、パリ五輪の出場権を得て、パリでは世界と戦うレースをする。練習を継続することで力を蓄え、5000メートル、1万メートルと2連勝した日本選手権で見せたロングスパートのように、 ここぞという時に発揮するつもりだ